今回はプルメリア重心化回使っていこうと思います。このキャラね、モンストニュースで発表された時、結構やばくねみたいなこと言ってたと思うんですけど、マジでやばかった。たまに出てくる工場の化け物キャラですね。で、ステータスがヒットポイント26000、攻撃力33600、スピード400。これね、ソロモンと同じくらいです。なのでもうステータスは本当に両足限定に突っ込んでるレベル。あとそれ以外は、まあアビリティはね、やっぱ、コネクトスキルが代償として結構きつめになってるんですよね。運枠入れないと発動しないよみたいな。ただその代わり、行ける場所、ワープダメをブロックと、あと地雷とワープブロック持ってるんで、まあ行けるところが近畿とか豪雪とかかなり多くて、あとは、まあパワーフィット攻防アップ持ってて遅延もできるから、まあ、高難易度になんかあったらいいなみたいなものをものすごい持ってるキャラになっております。なので工場でなんか当たりランキングみたいなの作ったら、プルメリアはかなり上位にやってくるんじゃないのかなというふうになってますね。で、まあ、カルニメもそうなんですけど、コネクトスキル発動させたら、近畿の26もいけるからなんで、今回はちょっとここで先に使ってみようかと思います。コネクトスキルも。ちょっとカルニメだとおそらく発動させないかもしんないからね。で、弱点としてはあと、SS の重さかな？まあ、SS 短縮あるとそんなに気にならないけど、なかったら、まあ、24ターンと28ターンなんで、かなりね、きついところになってくるんじゃないのかな。あとはまあ、真面目に26やると結構長くなるんで、一旦これ飛ばして、ボス戦の、まあ、とこまで一回飛ばしていこうと思います。よし、というわけで、雑魚処理終わってボス戦までやってきました。でね、やっぱり、パワーフィマとイナグリが、このキャラすげー強いんですよね。パワーフィールドで殴り 1.5 倍。で、あと、攻防アップで 1.2 倍かかるから、両方合わさって、1.8 倍の殴りが爆発経由するだけでできるようになるんですよ。で、サポートキャラも、まあ、爆発の範囲に入ってたら、まあ、かなり強くなるんで、それを生かして殴れたら、かなり良くなるんじゃない？やべえ、これ、SS が使えねえから、よろしくないな。なんでやっぱパワーヒマトイのキャラは、弱点殴り、弱点じゃない、爆発キャラとものすごく相性がいいんで、それと組み合わせて、なんか、いろいろできたらすごい強いね。まあ、普通に殴ってったらこんなもんか。多分これ普通にあとは爆発経由するだけで適当にぶん殴るだけで、ほい。そうね。ちょっと、クリティカル出ちゃったけど。ま、クリティカルもこれ、特にカルニベとかだと、壁カンカンで殴りに行くから、ま、ものすげえ相性がいいね。多分これ普通に SS 使って弱点強化もろもろ全部入れたら、いや、普通に一瞬で終わるでしょ。で、運営さんは見下し目線だから下から行って殴ってく。いや、これチン。いや、これ、パック使うか。パック使っちゃっていいっしょ。多分一手で無理。はい。で、攻防アップも一回経由しとけば、火ダメも控えられるし、殴りもできるし、かなり良さげ。あとはボス、で、遅延はね、1段階目で2ターンで、2段階目で3ターンだっけな。だから、1順の違いでそんだけしか違わないんで、できるだけ SS は2段階目で使っていくことを意識していった方が強そうな気がする。さあ、できました、これ。いや、多分これは強いっしょ。横間で上がっていって、パワーフィットを、攻防アップで 1.8 倍すずらん。挑戦権は解放しておらぬから。そうね。あとはだから遅延かけられました。そうね。2発も多分 SS いらんっしょ。まあ、いっか。これも外側、すずらん経由で爆発外側殴りでダッシュ M もあるから、戻ってくることもできるしね。よし、OK。1個ぐらいなんかこれ SS 使っちゃっても大丈夫か。まあ、一番、多分弱点強化は過剰だから、これも使っちゃってでしょ。で、爆発と経由入れとくことで、そうね、パワーヒの範囲に収まってすげえ殴りができますよと。やっぱ内部弱点だとちょっと、さすがにプレメリアはここだと、でも外側殴りでかなり、外側殴って、パワーヒまとい殴りだから 1.8 倍だからすげえ強くなってるね。いや、どうなのこれ、カルニベいけるし、シュリンガーラもともといけてる。まあ、もともとこのキャラすげえ、なんか強めだったんですけど、まあ、埋もれがちだったんですよね。なんでかっていうと。あー、これどうすかな、横間で上がってったらなんとかなんねえかなこれ。倒せないかな、パワーヒマと横間でだから弱点移して、はい。これでどうだろう、これで、メテオを拾って、よし、OK! さあ、これで移動できましたとね。あとは、挟まって、雑魚処理して、もう遅延2発もいらなかったかな。さっき使ってもよかったかもしんね。さあ、これ。よし、OK。さあ、というわけで、雑魚処理終わって、一番めんどくせえ、この、頼む頼む、どうでもいいダウトに、どうでもいいダウトに、混乱を飛ばしてください。頼む、誰に飛ぶ、混乱。いや、これ、うわ、最悪。
一番パワーヒマトリしなきゃいけない人たちに。きつー。まあ、これ弱点移してダウトの友情当てて倒していって。くそー、今めちゃめちゃいい位置なんだけどな。まあ、しょうがないから、もう SS どうせ回ってこないっしょ。いや、回さなきゃいけないの、これ。パワーヒマトリ殴り私見せたいから。ちょっとこれ、まあ、とりあえず丁寧に敵倒していって。はい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 。いや、パワーヒマトイ SS 殴りをちょっと見てみたいから、私もどれぐらい強いのか。ちょっとこれ、一巡何もしとうないから適当に飛ばすわ、これ。いや、ま、この位置でもなかなか悪くない。だから SS 使ってパワーヒマトイでしょ。で、反対側から頭上カンカーンって入ってパーンって倒す。オッケー。で、これ事業化倍率2倍っすね。いけ！あー、もう入った、決まったな。いやいや、削り早すぎでしょ。やっぱ、超バラにパワーヒマトイでも、実質キラー、もろもろ持ってるようなもんだもんね。カルニベ行きます。というわけで、カルニベですね。あ、どうだろう？もうこれ本当に艦隊でもいけるレベルだから、運枠ってわざわざ組み込む必要も正直ないと思うんですけど、まあ、皆さん多分運枠入れて基本的にはやっぱりやるだろうから、まあ、今回は運枠使って、蓬莱ね、まあ、蓬莱を使いたかったっていうのが正直なところなんですけど、これやっていこうと思います。あとは、同じこれ SS ターンが一緒だから、短縮のあるなしで、やっぱどれぐらい差が出てくるのかっていうのも、多分比較できるんじゃないかな。はいはい。あれ、これどういう打ち方が正しい打ち方だったっけ？なんかあったはずなんですよね。こうやって打ったら、ステージは、抜けられるみたいな。あ、でもこれもそのまま薄いのでいって、薄いのでいったら上の赤から出てくるから、はい。これで、やぶねえ、ダッシュあってよかった！いや、 やっぱね、なんだっけ、ブルーローズの時にも言ったけど、こういうダメを地雷ブロックとか、加速の要素もらえないようなところにある、あの、速度に関係するアビリティは、マジでめちゃめちゃ使えるから、すごいいいっすね。やべ、これゲージ切っときゃよかった。あれ？蓬莱はゲージ倍率掃除持ってないから、そうね。だからゲージ切っても、このキャラは 1.2 倍の強化ちゃんとかかってるから、そこもね、やっぱ、すごいいいところになってるんじゃないのかな。あ、よし、オッケー。で、あとは、さっきみたいに爆発経由すると、自分で殴るときに 1.、その攻防アップとパワーフィー合わせて 1.8 倍ができるんですけど、まあ、カルニベは基本的に、味方を先に1体こうやって挟んどいて、こうやって挟んどいて、その後に連なって殴りに行くのが基本的な感じだから、まあ、爆発なくても、正直なんとかなるレベルだと思うんですよね。だからこの後に、何色？赤色か。だから赤色行くことで、もう勝手にパワーヒト攻防アップが挟まって 1.8 倍殴り？あー、できますね。なんでキラーなくてもまあ別に問題なしみたいなね。あとは超バランス勝手に発動してるから、まあ先見の章、やっぱり取っておきたい初心者の方とか初めての方にもかなりいい感じのキャラになっております。なんだっけ、キープガチャの動画、おすすめキャラでちょっと言わせたけど、高難易度に使える適正キャラは、基本的にやっぱり私、こういう、超獣限定じゃねえや。超戦型勝手に解放されてる獣神化回の方が、使い勝手いいと思うんですよね。やっぱり、使わないじゃないですか。工場キャラに。戦型の人なんて。やっぱりみんな限定かコラボに、使いたい気持ちがあるから、そこら辺考えると、そうよね。工場にあんまり割いてる余裕がないから、鎌足りとかな、めちゃめちゃ強いキャラ以外は。で、これで横間で、よし、やっぱダッシュ M のおかげ、マジでなんか、すごい痛感してるわ。あるかないかでマジで違うもんね。で、まあ SS じゃない、これ雑魚処理していっての、よし！さあ、これでゲージ倍率保持の恩恵も、いや、見せられたらいいんだけどな。一回これだから、とりあえず何をどうやってもいいから、右側に一回キャラをセッティングする。だからこう打って、こう打っていけるかな ?1、2、3、よし！いって、いや、この位置ちょっと微妙いな。もうちょいいい感じの位置に、これを、だからセッティングしたい。やべ、ゲージ切っちゃった。だから赤色になるから、上方向に入っていくことですげえ役に立つんですよね。だからゲージ倍率保持があるおかげで、ゲージ切ってもいいから、アンチブロックを発動させても済むんですよね。だから青色でいいから、だからこうやって、剣ザコ触れてからゲージ切って、はい、はい。こうすることで、ブロックから出ないから、パワーヒマトイ殴りがめちゃめちゃこういうところで使えるのよね。
基本的にどのキャラもゲージ決めないと強くなんないから 1.2 倍の補正。ゲージ倍率保持のなんか強みみたいなものをマジで今は発揮できてる気がする。で、殴って倒していきましょい。SS もそうね。やっぱり、蓬莱が24ターンで、もう次回ってきたら、プルメリア24ターンの SS 使えるようになってるから、やっぱ、まあ、短縮なくてもなんとかなるだろうけど、あった方が、100% 良さそうよね。やべ、配置悪っ！カルニベってこういう味方がもうすでに挟まっちゃったパターン、マジでやべえんだよな。あ、これだから、今、赤色入るとマジでやべえ。え？パック使うか、これ。パック使おう。で、3体、とりあえず3体倒す。うわ、こういうな、もうカルニベの脱出できない位置、友情コンボとかあったら、別にいいんすけど、あ、そうね、こうなっちゃうから。だから、これでとりあえず倒して、あ、やべ、これ、だから、もうこれパネル踏んだ瞬間、積みね。で、ザコ倒す。オッケー。やべえ、これ、剣ザコ触れられないぞ。いや、早くカルニベさん、右、左上行ってくれませんかね。それかも、ここで全てを使う。そうね、だからここで、一発 SS も使っちゃうか。どうせ次のステージ、そんなに確か雑魚処理めんどくさくなかったでしょ。だからこれで剣雑魚触れて勝手にパワーフィマトイ 1.8 倍殴り。で、自強化もこれ 1.8 倍入るから、いけ！あ、強っ！いや、強くて楽ですわ、もうこれ。引かなくていいでしょ、これから適正なんて。ラファエルも。で、あー、さ、やべ、ここもちょっとめんどくせえかもしれん。SS 使うか、これ。SS 使うか。だから、SS 適当に、あ、ちょっと待って。あ、そうね、使わないとこれめんどくせえわ。はい。ちなみにこれ1段階目だと 1.8 倍で確か遅延が2ターンだったかな。あ、これ。あぶね。遅延が2ターンだったはずだから、1巡で遅延のターン数1回変わるんで、あれこれ言ったっけ ?26 の動くの時に。まあ、基本的には2段階目で使った方がお得ね。で、これ倒していってと。よし、OK。そうね、3体いたら全てのステージで1回ずつ使えるからかなり楽かな。あれ？あれ？確かこいつって下に来なかったっけ？なんでこいつ上にいんの？あれ？あれ？あれなんか敵の行動でこれ行くパターンだっけ？クロスドクロじゃなくて。あれ？これで移動する？あ、これで移動するんだ。あ、じゃあ開幕使ったらダメなのか。そしたらこれは赤色に入るから、そうね、このままこれで出てきたら多分頭の上カンカンできるはず。はい。あー、いい感じ。え、あれ、あ、違う違う、これあれか、一気にカンカンしたからパワーヒが消えちゃったのか。これもだから赤色に入れば OK ってことでしょ。はい。赤色。くそ。いやでもこれもみんなの位置マジで良すぎるから、まあいっか。だから蓬莱がで、適当にこう入りに行っての、はい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 、 1.8 倍殴りで、蓬莱の位置が赤色、なんか赤色ばっかだな。だ、剣雑魚触れて、あー、もう いやちげえパワーヒマトイ発動してねえし。でも遅延のおかげで割とグダってるかなと思ったけど、全然グダってねえな。だからこれ入りに行っても普通に殴るだけで OK。だから開幕使うと結構めんどくさくなるのがカルニベの遅延は。そうね。まあ、とりあえず適当に倒しに行っての。はいはい。まあ、この後遅延適当に、あ、いや、大号令でいっか。だ、蓬莱大号令使って全部の雑魚すべて倒しちゃっての。で、しかもゲージ倍率保持って、こういうところでも役に立つんですよね。ゲージ勝手に 1.2 倍強化されてるから、号令でぶっ飛ばした時にも、ちゃんと 1.2 倍の強化がかかってる。だから、蓬莱と相性もいいんですよね。さあ、適当にあと大暴れしたら、まあ多分適当に全ての雑魚倒すでしょ。はいはい、OK。さあ、この後、剣雑魚勝手に触れ、触れてねえ。まあ、とりあえずこの後はじゃあ、遅延は正直かけなくてもいいから、とりあえず何を最優先しても、とりあえず、下に行きたいんですよね、下に。だから、これうまいことだから。これ、どうだろうな。入れるかな？いけ。よし、OK。あー、もう来ました！これはもう、完全に来ましたね。
ゲージ倍率保持の強さを今から見せるとき。だからこれ適当にゲージ切って、何色？赤色？赤色だからこうか。剣ザコ触れてあそこに入ってゲージ切っとけば、もうずっとブロックから絶対出ないから。はい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 。楽っていうか、クリティカル強っ。あ、もうだからゲージ切って適当に暴れ回ってれば、まあどっかに入れば OK ねみたいなくらいのノリで。はいはいはい。で、入って、そうね。楽でいいわー、このキャラ。まあ、ゲオルギウスとかラファエルとかも持ってたら楽かもしれないけど、別に新たに引かなくても十分プレメリアで余裕で勝てるレベルっすね。いや、これはキープガチャで持って出てきたらキープしたいキャラになったんじゃないんでしょうかということで、終わります。ごきげんよう。